はいどうもこんばんは、やすにです。今日はですね、ガジェットを入れる時のためのバッグをですねご紹介していこうかなと思います。今日ご紹介する商品がこちらです。じゃん。こちらはですね、現在クラウドファンディングの幕開けでプロジェクトを開催しておりますフォリオという商品でございます。これがどんなものなのかっていうのと、どんな構造になっているのか、そしてどんぐらい便利なのかっていうのをですね、皆さんと一緒に見ていこうかなと思います。いや本当にですね、幕開けさんのサイトを見てみると、いろんな新商品が出てて結構こう楽しくなっちゃうんですよね。まだ世に出てない商品、まだ開発段階の商品とかがずらっと出てて、もうなんか見てたらね楽しくなっちゃうね。2回言っちゃいましたね。はい、ということでやっていきたいと思います。 BCX ラボなのかなっていう風に書いてまして、外観こんな感じです。ぐるーっと回って、でここの紐の部分なんですけど、ちょっとゴム素材ですね。で後ろに行くと、ここ引っ掛ける部分があって、ピョッとこう取れますと。でこんな感じになります。でこうパカッと開ける、パカッと開ける、パカッと開ける、なんで四つ折りなのかな、こんな感じの商品です。でさ、今ちょっと気づいてしまったんだけど、こう取った後のこのゴムあるじゃないですか。これこうやってこう壁にかけれるよね。これ便利だね。で開けるとね、まあこんな感じなんですけど、まあ、ここもメッシュになってて、ジップがついてると。はい、ついてますと。はい、こんな感じでついてます。で中に入れると物が見えやすいっていうのと、あとここゴムがここについてて、まあ、なんか物が入れれるよっていうやつですね。それとあとここチャージャーのケーブルとかをこう差し込むところかな。なので雑にこうやって巻いてしまったというか、ただ折っただけのケーブルとかをこの辺とかにギュッてこう入れてまとめておくことができる。でくるってこう結ぶっていうのもありだと思うんだけど、別に結ばなくてもそのまま止まるからめっちゃ便利です。で使いたいなと思ったらパッて取り出してさーっと広げれば使えるよと。であとここはまあ網になってて中が見えるよと。そしてここはね3個にこう分かれてます。仕切りがありますね。でこっちにもしっかりと網があって物が入れたら中身が分かるよという感じになってます。いや結構入りそうだよ。ちょっと入れてみましょうか。まあ、いろいろ入れれそうですけど、まあ、この辺りにねポンポンとガジェット系をポンポンって入れたりとか、あとまあこうケーブルをねまとめてこう入れようかなとか、まだまだ全然いけますよね。こういうの入れたりとか、あこれは持ち運びするとき便利ですよ。実際ね僕使ってるのって、撮影行くときとかですね、こういうカバンに持って行って、もう中これケーブルでぐちゃぐちゃなんですよね。これはね非常にありがたい。それがこいつ一つあればもう全部ここで集約できるということですよ。なんならこの DJI のカメラとかもいけるんじゃない。あ入るんだ入っちゃうんだ。閉まるのかなこれ。あ閉まるわ。ギリギリ閉まるし、ゴムが伸びるからこうやって閉じることもできるんだ。だから結構ごついやつ入れてもなんとかこう負けてしまうから、しかもゴムでしっかり止まるから、あこれはいい収納方法だね。あとはちょっと無理やりになると思うんだけど、こういう三脚とかもねこの中にぶち込んでしまったりとか、こんな感じもできると。でちょっと細長いモバイルバッテリーをこの中に入れたりとか、まあ、カメラはさすがにあいけるね。この DJI Osmo Action が入ったぐらいだから、普通にコンデジとかここにスポッて入れて折りたたむみたいな、そんなのも良さそう。まあ、あと何が入るかっていうと、レンズのブラシだったりとか、あとはバッテリーですね。カメラ用のバッテリーをここに入れると。あでちなみにこっちは1個丸々こう入り口があるんですけど、こっちは2つにこう分かれてます。なんでちっちゃい小物とかを分けて入れることが可能。はい OK です。であとは ND フィルターとかもやっとこう入れれてしまうという感じかな。わ結構雑に入れたけど、はい OK。 まあ、これがカバンの中に無造作に置かれているとまあちょっと使いづらいよね。ただこれでいくと全部この中で収まってくれるのかどうか、ゴムを引っ張って、はいできました。ちょっと唯一な形になったけど、これでいいやんね。すごい使いやすそうじゃないですかこれ。まあこれはちょっとこうゴワゴワしすぎたけど、でも普通に一つのカバンに全部ボンってぶち込むよりかは全然いいと思う。これはいい。こういうの待ってました。で取り出す時もゴムを取って広げるだけで一つずつポロッと取れるという感じですね。 OK、 はい取れましたとかっていうのができる。
ただ今ちょっと使ってみてちょっとだけ残念だなと思ったのが、ここのチャックがこう中途半端に行ってしまった時にこう開けようかなってなった時にここまで戻るのがちょっとスムーズではなかったですね。なんでできればここのチャックの部分、めっちゃ細かいとこ言うんだけど、ここのチャックの部分がこう全部こう穴開いてるじゃないですか。だからこうあっちに行ったりこっち行ったりしちゃうんですよ。だからここはここでもう丸にしてほしいね。どこも行かないように、このチャックがこう行ったりこう行ったりしないように、ここ一つ丸だけにしてほしいね。そうすると多分やろうかなと思った時にすぐすんなりこうやっていけるからめちゃめちゃいい。多分ここは改善の余地あると思います。うん、でもね非常に使いやすいですよ。だしもうちょっと大きいバージョンが欲しいぐらいです。そうすればコンデジも入るし、 ND フィルターも充電器だって入るし、モバイルバッテリーだっていうのも全て全てこの中に収めて、カメラバッグなしでこれだけで持っていけそうな気がします。まあガジェットポーチだからカメラはね入れないと思うんだけど、それでもたくさん物が入るっていうのはすごくね魅力的なアイテムだなと思います。意外とねやっぱ地味じゃないですか、こういう商品って。さメインどころのじゃあカメラとかさ、メインどころの商品をこう紹介したりするけど、結局その入れ物ケースとかって何使ってるのって話になると、やっぱこういう地味な商品になっちゃうんだけど、それがすごく便利なものだとやっぱり撮影がしやすいというか、持って出やすいというかですね、やる気になりますよね。わぐちゃぐちゃしたケーブル、これをこうまた紐解いて接続して撮影するのかって思うぐらいだったら、もうこの中に全部集約してしまって、それを簡単に持ち出せるっていうのはすごく魅力的だなっていうふうに思います。はい、ということでですね、またまた恒例の一緒に皆さんでホームページを見ていこうという回でございます。ということでこちらがその商品のページでございます。もう探さない見えるポケットで一目瞭然、 PC 周りの仕事道具を整理収納できるバッグということでございます。まあ、現在ですね3月4日なんですけれども、残り22日となっておりまして、もうすでにですね目標金額から 595% 達成しております。すごいね。何のお手伝いをしましょうか。Siri は呼んでないんですけどね、いきなりびっくりしたわ。急にね発動するんですよね。はい、ということでストーリーからいきましょう。ケーブル、バッテリーなど PC 周辺機器をまとめて運ぶためのオーガナイザーバッグということです。収納力抜群、小物をすっきり収納、くるっと巻いてゴムで留め、約1秒でさっと広げてパッと取り出せる。リュックに使われている 600D ポリエステルを使用、耐久性に優れ撥水加工済み、汚れも落ちやすいということですね。まあ、本当にねさっきパッて使った感じめちゃめちゃ使いやすいと思って、これは結構いいなと思います。でオーガナイザーバッグフォリオでモバイルワーク時に必要な仕事道具をすっきり整頓して持ち運びできます。はい、僕がね収納させてもらったんですけど、まあ、こんな感じで収納してくださいねということです。こっちの方が分かりやすいですね完全に。まあ、ペンだったりとかケーブル、スマホはもちろんバッテリーだったりとかポケット Wi-Fi とか、あとはメモリーカードだったり、シャーペンの芯とか、まあ、そのあたりですね、文房具的なものを収納できると。はい、出張での仕事中にこんなお悩みありませんか。ケーブル類が紛失する、忘れる、ケーブルイヤホン類が絡まる、カバンの中でぐちゃぐちゃになり探せない。これ完全に僕のことです。はい、もうこうなりますよ、電源タップは絶対なる。でもね多いと思うんですよこういう方。収納できるようにカバン買おうって小さいポーチとか買うじゃないですか。そしたらその中でもうすでにぐちゃぐちゃだから、もう取り出した時にダマになって出てくるじゃないですか。だから、まあ、こういうね小物を整理できるようなポーチがあればもうすごくありがたいですよね。はい、モバイルバッテリー、ケーブル、メモリーカードにルーター、文房具、出先でのモバイルワークは細かく出した荷物が必要で、このような問題に時間を取られがち。わかる、完全にわかるやつ地味だけどありがたいこの商品。仕事道具の管理で効率を悪くしてるかもしれません。そうですね、出張族の皆さんとかね、結構出先で仕事をされる方、そうかもしれませんよ。僕もその一人かもしれません。めっちゃ頭抱えてますけれども、そんな悩みを抱える人におすすめしたいのがオーガナイザーバッグフォリオです。オーガナイザーとは小物などを分類整理して収納できる入れ物を意味する言葉です。フォリオならここまでスッキリ、コンパクトなのに抜群の収納力、ゴムを開けば何がどこにあるか一目瞭然。これ使ったらすぐ分かると思うんだけど、あ、これは便利だなっていうのが、ちょっと物入れて
しまった瞬間にそう感じました、まあ、ごちゃつくカバンの中をねスッキリさせましょうということです。サイズ感的にはですね、閉めた時は 230mm×110mm×20mm で、開けた時は 230mm×410mm ということです。重さは 130g で、収納部はメッシュポケットが3個、ファスナー付きポケットが2個で、伸縮ゴムバンドのところが6箇所あるので、そこにケーブル類をまとめて突っ込むという感じですね。まあ本当ね、こんなにこういろいろ突っ込んでも結構しっかりと収納ができて、まあ、なおかつ、まあ、くるっと回してゴムで留めるだけ、このね収納方法はすごくねいいと思いますよ。もう本当ね、いびつな形になってしまったんですが、まあ、これでカバンの中、リュックの中に掘り込んで使いたい時にパッと取り出せるっていうのはすごくいいなと思います。ということで、今回ご紹介させていただいたこちらのフォリオのですね URL は下の説明文に貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。まあ、今後もですね、こういう面白いプロダクトだったりとか、まあ、カメラの話だったりとか Vlog だったりとかっていうのをいろいろ動画アップしていこうかなと思っておりますので、よかったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではバイバイ。